重たい週明けをサッカーでちょっと明るく、週明けイレブン第126回目の放送です。乗るなら飲むな、飲むなら乗るな。さあ今日も元気よく参りましょう。まずは J1、 いつものように L 字ですね。こちらに出ています。 L 字の方から皆さんで見ていきましょう。湘南ベルマーレが久々に勝利をしましたよね。こちらは水曜日と、土曜日の、土曜日と日曜日の試合をみんなで振り返っていきましょうというコーナーでございます。まずは J1 ですね。ベルマーレが久々に勝利、柏レイソルに勝利と、浦和レッズはベガルタ仙台に6点も取ってということで、仙台はちょっと今大変なこともありながらも、さらに試合の方でもちょっと大変になっておりますね。チームが一つにならなきゃという時ですね。順位表を見てみましょう。FC 東京とセレッソ大阪が勝ち点1差で、もう素人ながら言ってしまいますけれども、フロンターレ強すぎますねということで、続いて J2 です。こちらは上の方も混戦です。1位と2位が勝ち点3差で、3位が北九州、4位が長崎はもう勝ち点が並んでますと、5位アルビレックス、新潟はなんか2人ほど選手を失ってしまいましたけれども、これからも頑張ってもらえればなと思いますというところです。ジュビロ磐田は何位にいるのかしら。あ、11位にいるということで、ちょっと J1 が遠のいていますねというどうですね。いや、松本山川勝てませんね。そして愛媛 FC が最下位ということですね、ということです。ついに金沢はなんかこの前監督が、私見ましたよ、監督がなんかちょっと面白い動画で紹介されていたということで、ちょっと詳しくは忘れてしまったんですけれども、ということです。はい、続きまして J3 の結果が出ていますと、J3 秋田は強いですね。勝ち点12差が長野パルセイロとありますね。して、下の方が、下の方はあんまり変わってない感じですかね。相模原が4位ということで、ちょっと J2 が見えてきたなというところですかね。岐阜に5点も取ってるんですね。秋田は強いですね。でも藤枝がなんと 0-0 で、秋田を抑えたというね。こちらも上位の方は混戦ということで、どのチームが J2 に上がるのでしょうかといったところじゃないでしょうかね。それではいつものレギュラーコーナーからいきましょう。こちらです。週明けヘッドライン J リーグ日本代表編からです。1番 SC 相模原、相模原市と食育コラボ。2番日本代表コートジボワールに勝利、上田直道選手代表初ゴール、私これ見てました。3番鹿島のうまい棒登場、味はとんかつソース味。4番新潟、2人の選手が酒気帯び運転容疑で書類送検へ。5番 W リーグ初年度参入11クラブが決定。以上の5本です。ピックアップは、5番目です。来年秋に開幕する日本初の女子プロサッカーリーグ W リーグに参入する11クラブが決定しました。以前週明けヘッドラインニュースにもなでしこ1部2部から選ばれた9クラブと J リーグの大宮アルディージャとサンフレッチェ広島が新たに立ち上げるクラブが参加します。来年2月から7月にプレシーズン大会が行われ、9月に開幕予定。どんなリーグになるのか楽しみですね、というピックアップニュースでした。 B リーグは週明けイレブンでもどこかで、取り上げるのでしょうかね。ちょっと楽しみになってきていますけれども、やっぱり同じ女性としてアスリートの皆さんに頑張ってほしいなと思います。はい、続きましては R リーグ編のヘッドラインです。こちらです。1番関東社会人大会東海社会人トーナメント日程が発表。2番福山シティ FC がオリジナルビールを販売。飲むなら車に乗っちゃいけませんよ。3番、ワン東京が江戸オールユナイテッドへ名前が変更。
どことユナイテッドしたのでしょうか。4番クリアソン新宿がのみの伊勢丹新宿にのイベントに参加ということですね。5番ホンダ FC 井端監督をはじめ選手3名の対談発表ということです。ピックアップは5番目です。JFL のホンダ FC が井端弘康監督、古橋達也選手、山藤健太選手、大町翔吾選手の対談を発表しましたということが今日のピックアップですということです。井端監督は先日、週明けイレブンのオンラインインタビューにもお答えいただいた監督だったんですけれども、今回対談というちょっと残念なニュースですね。また今回のその番組のこの説明文にこちらのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見ていただければと思います。また過去のホンダ FC の試合の方は再生リストでホンダ FC という再生リストをお作りいたしましたので、こちらは随時、更新中なところもあるのですけれども、皆さんちょっとチェックしていただければなと思います。そちらのリンクも、下の説明文の方に書いてありますので、気になる方、そして岩田監督もね、ちょっと対談が決まったということで、その時に何を語っていたのかを気になる方はリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてくださいということです。以上、Rリーグ編もおしまいです。それではまず今日の最初の特集に参りましょう。最初の特集はこちらです。特集 J3 ライセンスって何ということです。J3 ライセンス、何回か週明けイレブンでも取り上げましたが、何回取り上げても、頭が痛くなる、ちょっと何言ってるかわからないというようなことがよくありますので、今回もですね、初心者でもママでもわかるぐらいで、作ってくれましたので、こちらの方をちょっとやってみたいなと思います。見ている皆さんもですね、寝ずにぜひ聞いていただければなと思います。眠くなる話ですが、寝ずに聞いてくださいねということです。それでは、お願いします。そもそも J3 ライセンスとは、J3 リーグ参入の基準を示しています。競技、施設、組織、ホーム、財務などということです。ホーム、財務っていうと大体の方が離れてしまいそうですけど、何度も言います。寝ずに見てくださいね。J3 ライセンスを持っているのはこちらのチームです。雷鳴る青森、岩木 FC、ビアティン、三重、奈良クラブ FC 大阪、テゲバジャーロ、宮崎。こちらは JFL にいるチームが、今 J3 を目指しているというチームのまとまりでいいんですよね。ということです。はい、次に行きましょう。主な基準、競技。18歳以下のチームがある。これは、サッカースクールであったりとか、アンダー15とか18とかということですね。これ例えばなんか卓球のチームとかでもいいんですか？それはダメなんですね、ということです。プロの選手、そしてもう一つ。プロ選手が3名以上いる。これはつまりプロ契約、サッカーだけをやる選手が3名以上いるということです。他の方は、会社で仕事をしながらの掛け持ちの方がいても大丈夫ということですね。3名はサッカーだけでお金をもらって生活をしている人がいるチームということですね。そしてもう一個、トップチームの監督は S 級コーチライセンスを持つ。この S 級というのは、監督には S 級、A 級、B 級、C 級とライセンスがあるんですよね。ちょっと私もその辺わかんないんで適当に言ってるんですけれども、要は、いろんなランクがありまして、それの中の最上級ランク、S 級のコーチライセンスを持つ方が、監督でいるということが大事ということですね。つまり森保さんが監督になれば大丈夫、みたいなことですよね。はい。続きまして、主な基準、その2、施設。スタジアムは5000人以上。これ5000人以上というのは、観客が、収容できる人数が5000人以上ないとダメということで、その辺にあるのっぱらでは入れねえよということですね。そして、天然芝と空調施設などということですけれども、この空調施設というのは、そのなんか芝の近くに冷暖房がないとダメということではないと。ロッカールームであったりとか、監督室であったりとか、そういうのがちゃんとある。ホームアウェイのチームが別々で分かれて、利用できるロッカーがあるスタジアムがあるということ。そして1500ルクス以上の照明。ルクスなんて私初めて言いますけれども、
コンビニの陳列棚の明るさが1500ルクス、あの明るさの照明がないとダメということで、意外とあの明るいんですね。とにかく明るい照明が欲しいということですね。そして2022年6月までにつけるということで、こちらはなんかちょっとした猶予があるということですね、ということです。続きましては次のお願いします。主な基準、財務。運営会社は株式会社 NPO など、財務を J リーグがチェックすると、債務超過または3期連続赤字はダメ、それがあるとライセンスは NG ということなんですけども、抜け道はあるというちょっと不思議なルールになっているということですね。つまり水増しをしてもなんとなく大丈夫だということでいいんですか？そういうことではないんですか？私はそういう風に捉えてしまいますけれども大丈夫ですか？はい、そういうことではないということですね。抜け道はあるということです。その抜け道が何なのか今度気になるので誰か教えてくださいということです。さあ、そして最後、どうしたら J3 に上がれるのっていうのを、結局まとめるとこういうことですということです。書類審査通過、エントリーシートみたいなもんですね。 JFL 4位、100年構想クラブの上位2チームに入った、平均入場者2000人、収入 1.5 億円クリア。これは収入っていうのは、どれだけ儲けたか、売上ですね。平均入場者2000人というのは、今年はコロナ禍のためちょっと基準が今年はないということですけれども、来年からはありますよと。そして11月の J リーグの理事会で承認、それがあると J3 リーグ参入おめでとうということになるということで、強さと人気がないとダメということですね。だから水増しをするんだなっていうのが分かりますねということです。はい、以上、ライセンスはこういうのですよっていう、そもそも J3 ライセンスって何というのを分かりやすくスタッフの方が作っていただきました。皆さん分かりましたか？分からないという方はぜひメール等で問い合わせていただければと思います。はい、それでは J3 ライセンスって何の特集はおしまいです。はい、今このように紹介をしているのは、今参入を J3 への参入を目指しているチームのご紹介です。一個一個見ていきましょうということです。ライメール青森、これの地図は、これは、ホームにしているスタジアムの写真ということで、ライメールはなんかすごいスタジアムをお持ちですね。そしていわき FC は、こちらはサッカーだけの競技場になっているということで、 J ビレッジスタジアム、あ、これ震災でちょっと有名になったところですね。私も知ってますよ。下部組織もこういうのがあるということですね。はい、続きまして、これは北から行っております。ビアティ・ミエ、そして奈良クラブということで、こちらは、ね、トラックが赤かったり青かったりということですね。はい、こちらの方はあまり基準はないということですね。はい、そして FC 大阪とテゲバジャーロ宮崎。 FC 大阪はこれはあのラグビー、花園ラグビー場というと、あの高校ラグビー あの聖地の場所がなんと FC 大阪のホームグラウンドになるということで、これは完成予想図なんですね。いや、なんかあの素敵なスタジアムができるといいですね。あ、そしてテゲバジャールも今作っているということで、スタジアムの完成予想図がこちらには貼ってあります。詳しく知りたいなということは方はですね、ぜひ各チームのホームページのリンクがこちらの説明文に貼ってありますので、皆さん見ていただければなと思いますということです。はい、それでは続いての特集に参りましょう。はい、続きましては JFL 特集ですね。皆さんお待たせいたしました。 JFL 特集で、先週行われました試合第第28節の、JFL のゴールダイジェストの方を皆さんで見ていただければと思います。それでは VTR スタート。
ということで JFL ゴールダイジェストと、そしてちょっと気になったシーンの特集動画でしたということです。ゴール特集ということだったんですけれども、ちょっと気になったシーンもちょっと入ってましたね。最後の方お知らせが出たんですけれども、後日 JFL はさらに濃密な形で特集をするということなので、そちらは Twitter 等で告知をさせていただきますので、お楽しみにということです。全試合のダイジェストがないじゃないかと思った方々、私たちもできる限りでこれからも JFL の試合の方に取材をしに行こうと思っておりますので、温かく見守っていただければなと思います。さて JFL のこちら順位表です。黄色く塗られているチームは J3 への参入を目指しているクラブですということで、黄色く塗られています。1位がベルスパ大分、おっとホンダ FC を超えていますということですね。そして2位がホンダで、3位がソニー仙台。今一番 J に近いのはテゲバジャーロ宮崎ということですね。そしていわき FC が7位、8位がライメール青森ということです。続きまして、残り半分のチームですね。頑張れ高知ユナイテッド SC ということですね。今日の、インタビュー
も高知ユナイテッドの方ですよね。はい、ということです。はい、それでは今日の特集、 JFL の特集は以上になります。それでは、先ほどの、最後のダイジェストの方に出てました高知ユナイテッドの選手が今日のオンラインインタビューにはご出演いただきます。はい、それでは今日のインタビューはこちらの方です。ドン、高知ユナイテッドミッドフィルダー4番松本翔選手です、ということです。先ほどの試合にも出ていましたよね、ということでこちらの方も、ぜひ見てくださいということです。プロフィールはご覧のようになっております。川崎市出身ということで、先ほどバモちゃんが喜んでおりました。1992年生まれの川崎市出身で、マリノスの下部組織で育ち、愛媛 FC、レノファ山口等で、プレーをされておりましたということです。2017年にはサウルスコース福井、そしてガイナーレなどを得て高知ユナイテッドで、加入しているということです。こちらのインタビューは先ほどの試合の後に、インタビューを、撮っているということなので、そちらも皆さんちょっと頭に入れつつお聞きいただければなと思います。それでは、なかなか濃いインタビューになっているということなので、楽しんでください。それでは VTR スタート。高知ユナイテッド SC の、松本翔選手です。今日はリーグ戦があった日の夜なんですけれども、対応いただきまして本当にありがとうございます。そうですね、チームとして8戦勝ちなしの状態だったので、なんとかチームとしてのきっかけをつかみたい試合ではもちろんあったんですけど、やっぱりこうどの試合もそうですけど 0-1 で負けたりとか接戦で勝てなかったりっていう勝負どころのっていうのは JFL ではものすごく相手チームからも感じますし、まだまだそこが自分たちには足りないのかなというか、いい試合とかはもちろんあるんですけど、負けたり引き分けたらやっぱたられ場にはなるので、四国リーグは勝って当たり前っていうリーグで僕らも見られてましたし、優勝して当たり前だって思われてるリーグから、もちろん昇格していろんな期待も多いだろうし、なんかやってくれるんじゃないかっていう声はもちろん多いと思うんですけど、J リーグの1個下のリーグっていうカテゴリーなだけあって、そこで戦ってる選手っていうのは、J リーグ以上の選手たちもいますし、チームもありますし、本当に、なんだろうな、感じたことないような部分のプレー、内容だったり、対戦相手の特徴だったりっていうのは、それぞれがみんな感じてるのかなと、ね、選手それぞれはもちろんあると思います。相手チームもそうですけど、やっぱコーチって場所からどこ行くにも少し大変というか、電車だったり新幹線がない分、行けるところまではバスで行ったり、さすがに関東以降は飛行機を使わせてもらいましたけど、その移動で前日練習がなかなかできないだったりとか、J リーグを経験した選手はあるかもしれないんですけど、長距離移動しての試合っていうのはあまり経験してはない分、少なからず多少の試合までの持っていき方だったりとか、調整方法みたいな、そこを合わせていくのも、やっぱ選手の、僕らだけに限らず、相手チームはもう同じ条件なんで、今回コロナで降格がないっていうことはあるにしろ、そういう環境に対応していかなきゃいけないっていうリーグなので、アウェーっていう難しさっていうのは、肌でみんなは感じてることの一つなのかなとも思います。松本選手は、マリノスから、育成から、トップチームに、昇格して、で2015年までマリノスで、にいる中で愛媛と山口に期限付き移籍して、またマリノス戻ってまた山口に行くとかっていう流れの中で、こう
J1、J2、J3 全部経験してるわけです。はい。で、そこで、一旦こう、マリノスとの契約が終わって、で、2016年だけ、どこにも所属してない年があるんですよね。はい。で、この時って、自分が思うようなところに、こう、条件が整わなかったりとかいろいろあったと思うんですけれども、この時ってどんな風な1年だったのかなっていうのが。まずレノファを満了になった時に、はい。Jリーグのトライアウトも受けて、いくつかチームからオファーはもちろんあったんですけど、はい。当時の J3 のチームだったり、JFL はちょっとわかんないですけど、地域リーグだったり、ただ、その時の僕としては、まだ上のカテゴリーでもやれるんじゃないかっていう自信もあったのと、うんうん、当時の J3 だとあまりこうチームの規模だったり、金銭的な部分が、まだ整ってないクラブが多くて、うん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 、ほとんどサッカーのお金が出ずに、仕事をしながらやるっていう契約っていうものになかなか自分が受け入れられない自分もいて、それを悩んでたりしているうちに移籍の市場っていうのがどんどんやっぱり閉まっていってしまって、それを続けていた後に1月2月とこう、チームが始動し始めてしまい、そうなるとなかなか、チームがもう作り始めてる時期に練習参加とかっていうのが難しくて、で、当時僕が小学校のマイナスの時の監督だった方が、日本工学院っていう、はい、マイノスが提携している専門学校がありまして、今は神奈川県リーグなんですけど、当時は関東2部にも所属していて、社会人リーグに、そこの監督をしていたので、練習させてもらえないんですかっていう形で、どっか J リーグへの練習参加の機会を伺うために練習をしようと思って、で、そこにずっと通い続けてたっていう形だったんですけど、あ、そうですね、八王子、はい、そうです、すごい大きい学校ですよね。めちゃくちゃ大きいですね。綺麗だしね。はい、うん、で、こう練習して、学生たちと本当に練習していく中で、結構そこは自分としても難しい時期というか、サッカーをもう一線引くタイミングとしたらここなんじゃないかなっていうぐらい、やっぱり実力的に、その練習しながら自分を振り返って、もちろんマリノスっていう経歴とかいろいろやってきた中でも、結果出せなくて移籍もして、契約満了でトライアウトでもこういい条件っていうクラブが出てこなかったってことを今の自分を表してるんじゃないかなっていう受け止め方がしたときに、家族とも話したりして、ここなんじゃないかなっていう話はもちろんしたんですけど、こういろんな指導者だったりチームメイトだったり、もちろんその一緒に練習していた学生たちが、僕が高校だったりトップで勝つ出てた試合っていうのを近くで見てた選手だったので、すごくこう一緒にやれていることが幸せだったり、いろいろ僕から学びたいみたいな気持ちが強くて、学
生からなんかこう自然と力をもらえてたというか、純粋にサッカーを楽しむ気持ちみたいなのをもう一回ゼロから教えてもらってる自分がいて、それを毎日してるとやっぱりどうしても諦めきれない自分がいて、どうにかしてもう一回 J リーグに戻りたい、応援してくれてた人たちに恩返しがしたいっていう思いで、もう一回だけチャンスというか、その挑戦をしたいっていうことを決めてから、それでも1年以上かかっちゃったんですけど、途中途中 J リーグの練習参加にも夏の試乗だったりとか、もう一回冬のトライアウトで出たんですけど、なかなかこう J リーグからの声はもちろんかからず、途中ちょっと怪我しちゃったりもしますし、時期もあったんですけど、まあそんな中で年明けたぐらいに監督から自分を必要としてくれてるチームはカテゴリーがどこであろうと、やっぱチームとして、ね、一人のプレイヤーとしてチームに入って試合に出て楽しんで活躍して勝利を喜んでっていう、純粋に楽しむことが今は大事なんじゃないっていうことを言ってくださって、それは工学院の先生が、先生っていうか、監督さんが、僕の小学校の時の監督ですね、で、まあ、いろんなつながりから当時のサウルコス福井、練習参加っていう形で紹介してもらって、まあ名前はもちろん知ってはいたんですけど、知ってる選手もいたりして、ただ地域リーグっていうカテゴリーが僕にとっても初めてで、もちろん絶対仕事しなきゃいけないなとは思ってたし、自分が J1 で経験した選手が一気にそこまで行くっていう、もちろん怖さというか、もう一回こっからやらないといけないっていうふうには思ったんですけど、実際行ってみて練習参加したりして、本当にサッカーが楽しかったというか、自分を必要としてくれる選手たちが一緒にやろうって言ってくれた言葉をかけてくれた選手がいて、それを何より一緒に練習してた学生の子たちがチームが決まることだったりとか、もう一回サッカーを続けてくれる喜びみたいなのを伝えてくれてたんで、だったらもう一回全部自分の今まで持ってたプライドだったりとか、意識はしてなかったけど、自然と多分松本翔はマリノスっていうブランドが自分についてたんだと思うんで、そういうのを取っ払って、じゃあこっから這い上がってやろうっていう、人としても変われた年だったのかな、2016年はというか。そうすると、あれですよね、その、まあ、工学院マリノスだから、その、まあ、マリノスのいろんな影響の中にあるチームだったと思うんですけど、工学院マリノスはユニフォームマリノスみたいなユニフォーム着てるし、そうですね、本当に、で、監督さんとかもみんなね、マリノスから派遣されてる人たちだし、まあ、そのマリノスの中で育って、で、やっぱりマリノスにある意味でこう刺激というか、こう気づきみたいのを多分その時の24歳ぐらいの時の松本選手はそこの年2016年に受けて、もういろいろな多分学生さんとか監督さん、かつての恩師
の方とかの影響を受けて、で再びこう挑戦しようという気持ちになったということですね。そうですね、本当に、うん、やっぱりここの2016年っていうのは今ある今の松本選手にとっても非常に重要な年だったっていうことですかね。そうですね、本当に、うん、まあ選手の経歴から見たら1年間無駄にしてるみたいなのもあるかもしれないですけど、うん、今となってはこの年がないと自分じゃないっていう気はするので、あの後悔みたいなものはないですし、まあ感謝してるっていう感じですね。まあそれで、あのサウルコス福井って当時でも、はい、あの北信越リーグでも強豪中の強豪だったと思いますけど、はい、まあ、その中で、1年プレーをして、でまたこう J3 の、まあ、ガイナーレ、はい、まあ、J リーガーとしてまた復活するっていうか復帰するっていう年が2018年、はい、でこの時多分チームメートにレオナルドとかいたと思うんですけど、はい、今浦和レッズでいる彼は非常に若い選手だったと思う。当時まだ二十歳とか、そうですね、それぐらいの本当に若い、初めてあの岡野さんがブラジルから連れてきたような、はい、どんな選手かも分かんないっていう感じだったと思うんですが、うん、まあそういう選手とまたこうそこでプレーするチャンスを、まあ、得たというか、はい、いうことですよね。で、そこでまたこう、今度コーチっていうところに、はい、あの2019年、だ去年のシーズンから、来て、で、まあ、コーチユナイテッドはもちろんあのさっき松本選手も言ってたけども、その四国リーグではもう無敵のような存在 で毎年地域チャンピオンズリーグに出場するようなチームだったと思うんですけど、まあ、そこにこう行くっていう時はまた福井に行く時とまたちょっと違った気持ちっていうのはありましたか？そうですね、2度目の鳥取の J リーグチャレンジスタートだったので、うんうん、もちろん鳥取を満了になってからもう一度 J リーグやりたいって気持ちがあったんですけど、ある程度そこの中での自分は前の満了になった時の自分とのメンタルもちょっと違ったし、自分を必要としてくれるチームの中でそのチームと上に上がりたいっていう気持ちが芽生えてきて、ってなると僕の中で JFL よりは地域リーグから JFA に上がるリーグの方が熱い試合になってる印象が強くて、なので行くならもう一度地域リーグで1年で JFA に上がりたいっていう思いがあったので、正直僕の中での選択肢として地域リーグ戻るなら福井しかないのかなっていうのがあって、もう大事な意味として、うん、まあ、ただまあいろいろ当時の福井はちょっとまあ大変な時期でしたね。大変な時期だったので、いろいろ難しい時期で、でいろんなご縁があってコーチの、話をもらって、うん、でまあ、チームメイトが知り合いなので、ある程度コーチの毎年の成績だったりとか、選手っていうのは知っていたので、で、今年僕がその去年入った時に、ある程度すごく選手を獲得に力入れてたりして、1年でここで本気で上がるみたいな形の姿勢があって、で、福井と一緒で、J リーグはない県、うん、だからこそ可能性と希望しかないっていうふうに僕は思ってたので、うん、で練習参加は2日間しかしなかったんですけど、もうそこでもうそこはもう自分の感覚でしかないんですけど、前の選手だった感じで自分と会うと思ったし、うん、当時の大谷監督と
はい、上に上がりたいっていう気持ちが強かったので、うん、その時に決めました。うん、もうあれですね、その2015年に、マリノスがこう契約が終わって2016年になった時の最初はもうここでサッカー選手としてのキャリアはもう終わりかなって思ってた松本選手がもう2019年の時はもう全然違うモチベーションがそこにはあったっていうことですよね。そのサッカーをプレーするっていうことに関しては、はい、やっぱりこれが私はその松本選手のすごいとこだなと思ってて、実は必ずしもそのトップカテゴリーでやってるからすごい、もちろんそれはすごいと思いますけど、ただサッカーをこうずっと続けることってすごいことだと思うんですよね。一方で辞めちゃってる人といっぱいいると思うんですよ、松本選手の周りにも。同じマリノスユースでこうやってた仲間たちとかでももうすでに引退しちゃってるっていうか、人はいっぱいいるはずで、サッカーで、お金をもらって生活できるっていう方じゃなくて、なんか仕事をしなくちゃいけないんだろう、まあその J3 ができたばっかりだった時期は特に、まあ、そういうことがあって、それはなって それだとなっていうふうに思ってた若かった頃の松本選手がもうこの時にはその自分を必要としてくれるクラブとそこのチームを盛り上げて昇格したい、だから、2日しか練習参加してないのにもうここでやってやるぜっていう気持ちが湧いてきてるっていうのは、まあやっぱりこうすごいこうある意味でこう松本選手の多分心の強さと、あとなんか人間としての幅がこの 2,3 年でグラッて広がったのかなって。松本選手はこう愛媛に行った時からこういろいろお料理とか熱心にやられて、アスリートフードマイスターとか取られてるから、あの松本翔料理でやるとすごいいっぱいいろんな情報出てくるんですよ。そうですね。で、まあそれはまあもちろん松本選手ご自身も意識的にやられてると思うんですけど、ただもちろんそれはそれで他の選手やってないことだからすごいことですが、まあそれとそれでこうちょっとこう活気されちゃうかもしれないけど、実は松本選手のすごいところがここでっていうのは、僕はこのカテゴリー、いろんなカテゴリー戦いながらこうモチベーションずっと維持しながらやってるっていうところがやっぱすごいなというふうに思ってるんですけど、まあその中で去年のね、その地域チャンピオンズリーグってすごい戦いだったじゃないですか。これが JFL に昇格するチームの勢いなんだっていうのを強く感じさせてもらったんですが、あの時松本選手はどんな気持ちで戦ってたのかなっていう。秘訣はコーチ予選ラウンドできるっていうことがもう決まってたので、うん、チーム全員として行くなら今年しかないっていうのはもう始まった当初から言ってましたし、まあ、でもあれはもうホームの声援の力というものも大きかったですし、まあ、決勝ラウンドは僕自身1試合も出てはないんですけど、もちろん最決勝ラウンドで1試合も出なかったら個人的には悔しかったっていう思いが強いですけど、予選リーグでも自分が出た試合は自分としては結果も出せてるし、それまでの1年間ほとんど自分は先発で走ったとしてもあって、でいざ決勝ラウンド始まる最初がいわきの前日かなんかに監督に呼ばれて、メンバーを外れてもらうっていう形で呼ばれた時に、自然と仲間に託せるような心になってた。自分に自分がびっくりして、なんだろうな、これぐらい自分がこの年にかけてたんだなというか、悔いなく毎試合やりきってたんで、もうあとは監督に委ねるしかないっていう形だったんで、本当は自分もそこにピッチの上で力を貸したいっていうか発揮してこのチーム昇格させたいっていう気持ちめちゃくちゃ強くあるけど、でもいろんなこの状況分かったっていうか、多分その去年のそのそういう思いとかも今年の JFL で戦うチームの中に
やっぱこう精神としてハートの中に多分松野選手は多分いっぱい秘めてると思うんですけど、今度ちょっと高知っていう土地にちょっとフューチャーしてみようと思うんですけど、まあ、高知に住んで2年、高知っていう町はどんな町ですか？地元が大好きなんだろうなっていう町でもあり、うん、土地がちょっと僕でも奥の方にある分、うん、やっぱ県民性とか人柄がやっぱ他とちょっと違うなあ、そうですか、はい、のあるんで、好きな人は好きだし、うん、もしかしたらそういう人柄がちょっと苦手だなって人は苦手だと思う場所でもあるんですけど、うん、だからこう来たことない人は高知の良さがあんまり分からなかったりとか、うん、何が有名だとかっていうのはあんまり知られづらい場所ではあるんですけど、移住者が多かったりとか、うん、結構その海も山もあれば自然も何でもあって、旅行で来た人は必ずもう一回高知が来たくなるとか、うん、住みたくなるっていうぐらい、来たら分かる良さっていうのは高知なので、うん、僕は来てその良さが分かったというか、うん、もちろんまだスポーツっていう文化はそこまで根付いてるわけじゃないですけど、うんうんうん、だからこそ面白いのかなっていうのがある場所かなというか、うん、割とこう松本選手のこう性には合ってる感じはあるんですか？僕はめちゃくちゃ合ってると思います。まあそうなんですね、うん、結構そのコーチの人柄的にいろいろ初対面の人もなんかプライベートのこと聞いたりとか、自分がこうお世話したりとか、結構こうすごく破天荒じゃないですけど、こう近いのね、というか、はい、すぐ近い、すごく近いので、うん、なんていうんですかね、言ったらコーチだと僕がサッカー選手松本翔っていうことを知ってる人がほとんどやっぱりいないわけで、うんうん、だから僕を知るきっかけとしては一人の松本翔っていう人として知ってもらえるので、うん、もう最初からいろんなことを聞いてくる感じなんですよ。そうなんですね。それが僕がすごい新鮮で、コーチ来てからは、この後僕はサッカー選手でいろんなマリノスから来たよっていうのを知っても、うん、もう一人の松本翔として接してくれるのがフラットなので、うんうん、何ですかね、翔くんって言われる割合の方がめちゃくちゃ多いというか、うん、松本選手じゃなくてね、じゃなくて、うん、でもそれが多分コーチにおけるサッカーが浸透していくための一つの形だと僕は思っているので、うん、来れてよかったなとは思ってます、うん、こう街でよく見る看板で高知家っていうのがあるじゃないですか。はい。で、最初あれの読み方すらも私は分かんなかった。高知屋さんっていうお店かなと思って。でも、よく調べてみたら高知家っていうのは、その高知を PR する、そのキーワードみたいな形の言葉で、はい、で、いろんな高知出身の有名人、芸能人の人とかがコマーシャルしたりして、広末涼子さんとか、そうですね、みんな家族だから、はい、家族焼きって言って、どん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 仲間にこう、うん、取り込んでいくっていうのかな、はい、まあ、要するに高知に住んでる人、高知出身の人じゃなくても関心を持ってくれた人も家族焼きって言って受け入れるようなこう姿勢があるっていうんですかね、はい、で、その高知家って高知ユナイテッドのユニフォームの胸にもついてるじゃないですか、はい、で、あれが実は胸スポンサー、うん、
あれをコーチ家っていうのに、賛同してくれた人、スポンサーになってくださいとっていうシステムだっていうふうにこう、はい、ウェブサイトに出てるんですけれども、あれってどんな感じなのか、ちょっと松本選手に説明していただこうかなと思って。僕たちがこうコーチ家っていう、皆さんで僕たちは支えられてますっていう形だと思いますし、うん、会社だけじゃなくて、一人一人皆さんがの力で僕たちは支えられていますっていう形を表してるのがコーチ系でもあり、家族のように近い存在で一緒に戦いましょうっていう言葉でもありますし、もちろんそのコーチ県民の方だけじゃなくて、やっぱコーチに J リーグができたら来たい、そういう全国の皆さんに向けてコーチを知ってもらうきっかけの一つでもありますし、全国の人たちと共にコーチから戦うよっていう、いい言葉でもあると思うので、うん、ユニフォーム着てるだけであれが、あのチームはコーチだなって分かる言葉でもあるので、他の方にもっともっとこう支えてもらいたいなっていう気持ちはあります。うん、コーチの人は、やっぱ人が好きなので、みんなで作り上げてみんなで盛り上がっていくようなことが大好きなので、うん、僕が思うには、もちろんチームをもっともっと知ってもらうことも大事ですし、選手をもっと知ってもらうことが一番なのかなっていうのもあるので、うん、誰か一人を好きになってもらったら推していくというか、うん、僕は一つの目標というか自分の中でのライバルをチームとして置いてるので、僕はここチームより先にコーチを根付いてやろうっていう意識があるので、はい、なるほどねそれがやっぱりチームへの一番の還元というか、コーチだとサッカー見に来てくださいって言って、やっぱなかなか集まりづらいので、まだ。やっぱりサッカーが最初は、プラスアルファの2の次でもいいんで、ついでに見に行こうでもいいと思うんで、知らないゼロの人たちを、興味ちょっと見に行きたいなっていうその1にする、この過程を多分コーチで一番大事にしたら、ちょっとその好きになってもらえたら、そこからハマる、ファン、サポーターになるっていうスピードは多分コーチはものすごく速いと思うんで、大きいことを言えば、文化みたいなのを作りたいんですよね、コーチで。うん、3回目の J リーグの一つの目標として、個人としてはもちろん、チームで、ユナイテッドで数年後行けたら一番いいかもしれないですけど、高校卒業してもう10年目になるんで、もちろんいろんな選手が辞める、ところも見てきましたし、やれるとこまでやるのが自分らしさなのかな。同時に、今自分がいる場所はコーチなので、自分がそのコーチにいるということを前提として考えるならば、たとえ J リーグに上がれなくても、もう一回例えば地域リーグに落ちたとしても、毎試合何千人も集まるような週末にしたいという、そのスポーツ的な未来を考えると、子供たちの希望とか夢、ほんと坂本龍馬的な存在、このように名を残したいですね、いろんな形で。はい、コーチユナイテッドミッドフィルダー4番松本翔選手の、インタビューでした。皆さん、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本当に非常に濃いインタビューで、いろんなことをお話しいただきましてありがとうございました。また週明けイレブンでも JFL に取材に行った際はぜひまたインタビュー等にご協力いただければと思います。松本選手ありがとうございました。さあエンディングに参りましょう。はいはい、どうなってますか。はい、 OK です。番組では皆様からの投稿をお待ちしていますと。国内外のサッカーに関する疑問、イベント、告知など質問、ネタ、文章だけでなく写真や動画も OK です。メールは週明け11@gmail.com、 ツイッターは週明け11のダイレクトメッセージまで、放送前日の夜9時半までにお送りいただければと思いますということです。どしどし皆さんお待ちしておりますので、どうぞメールを送ってくださいということです。さあそれでは教室の方に戻れますか。教室戻ってください。はい、教室戻っていただきました。はい、こっちですよということです。はい、それでは今日の週明けイレブンおしまいです。来週は10月の26日の月曜日夜の9時から、
オンライン出演インタビューボリューム26を予定しております。来週もどなたが出るのかお楽しみにということで、ツイッターの方で告知させていただければなと思います。また、今週からは、JFL の特集だけの新しいコンテンツ番組が始まる予定です。というか、始まります。そちらの方も、週明けイレブンのツイッター等で告知いたしますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ということです。それでは今日も最後まで見ていただき、お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いします。さようなら。おやすみなさーい。